はい、こんにちは。サガネコートです。今回はサガントスの各ポジションの役割と評価の第2回ということで、ディフェンシブハーフとウィングハーフ、こちらの方ですね、ポジションの役割について少しお話をさせていただきたいと思います。はい、ということで、ディフェンシブハーフの役割なんですけれども、3つ挙げさせていただいております。まず1つ目ですね、カウンター討伐隊ということで、 えー、これはですね、もう皆さんもですね、すごく印象深いのではないかなというふうに思います。えー、サガントスは結構ですね、今年度は攻撃の方にですね、えー、ポジショニングを重視しておいておりまして、まあ、特にストッパーの選手なんかもですね、えー、攻撃に参画することもあります。ということは、まあ、後ろに、えー、かけている人数、カウンター対策の人数を、まあ、必要最小限、えー、ですね、に抑えるということで、まあ、相手はですね、やっぱり広大なスペースを狙って、 大きなキックで素早い攻撃でカウンターを仕掛けようというふうにしてきております。で、そのですね、カウンターに対して、いち早く戻ってですね、いち早くあのカウンターを抑止する。えー、まあ、スライディングでボールをカットもしますし、まあ、戻ってですね、ポジションを取って相手の攻撃を遅らせると。そういうところがですね、今回、やっぱりどうしてもやっぱりディフェンシブハーフとしてのですね、役割、非常に大きいのでないかと思います。これがですね、まあ、サガントスがですね、 かなり失点が少ない要素だと思います。まあ失点もですね、崩されたであったりとか、完璧なカウンターを食らったであったとか、まあそういった失点はやっぱ少ないんですよね。まあどちらかというと、我々のミス、我々のミスによる失点が多いので、そういう意味ではですね、え、ミスさえ少なくすれば、このディフェンシブハーフのですね、大きな活躍によって、さらにですね、失点も少なくいけるんじゃないかなというふうには思っております。続いて2番目ですね、え、ボール保持の立役者というところで、 サガントスの戦術は紛れもなく、ボールを保持してですね、ビルドアップで前進していくという形で今期のですね、攻撃を構築しております。で、その中でですね、やっぱりストッパーの選手が高い位置を取るというのはまあ前回もお話ししたんですけれども、最終ラインですね、パギさんも参画してですね、少しずつボールを回していきながら相手の誇りを見つけるという形をで構築しております。で、そうなってくるとですね、相手もですね、あの、できればサガントスですね、 え、高い位置で、え、ボールを奪うと、まあ、ゴールキーパーも参加しているっていうのもあって、まあ、非常にですね、ま奪った瞬間、もう、シュートが狙いすいみたいな、そんな状況も生まれてきてますんで、えー、まあ、割とですね、前から来るチームもあります。で、そうなってくるとですね、ストッパーの選手が下がってしまうとですね、えー、まあ、攻撃のですね、まあ、スイッチを入れるというところもなかなか難しいので、そういったところのケアですね、えー、それは最終ラインに、え、ディフェンシブハーフが下がることもありますし、 えー、まあ、えー、センターバックから見える位置、まあ、あとはですね、あの、ゴールキーパーから見える位置に角度を持って、えー、ボールが引き出す、えー、ビルドアップのですね、形になるといったところもですね、ポジショニングてとります。で、そこがですね、まあ、あの、バランスがいいというか、まあ、下がってしまうだけだったら簡単ですよね。まあ、ボールを保持をするためだけだったら、まあ、下がって数的優位を作るっていうのが大事なんですけれども、そうなってくるとですね、 え、前に抜ける人数が少なくなってしまいます。で、そうならないようにも、もちろん後ろにも下がりますけれども、え、しっかりとですね、ウィングハーフとかインサイドハーフの経由地点となるように、間のポジションに顔を見せてボールを受け取ると。で、そういったところがですね、え、非常に、え、今シーズンは役割として大きな、え、意味を持っているというふうに思います。ということで、ボール保持の盾役者というところで、もちろんキックする場面もあるんですけれども、ボールを保持してポジションを上げるためにはですね、彼ら二人がですね、 ちゃんと顔を見せて、で、バランスをとって、ボール補助を継続すると。そういった役割を担うところが大事になってきております。はい。最後ですね。三つ目。配置による優位性をコントロールということで。まあ、これはですね、どちらかというと、1番と2番を実現するためのベースとなる動き、まあ、フレームワークですね。そういったところにちょっと近いものではあるんですけれども。 えー、まあ、最近はですね、あの、福田がよくゴールを決めたりもしてるんですけれども、まあ、開幕の頃からですね、えー、クロスが上がるときには、あの、ペナルティエリアスポットのところにですね、必ずボランチが一人入るような形で、えー、望んでますし、まあ、長いボールを蹴るときですね、えー、戦術上ですね、あの、まあ、相手のプレッシングが早いときは、もう、決めた形でボールを先に蹴ると、えー、相手のプレッシングを開始するために蹴るとかいうときはですね、まあ、セカンドボールが拾いやすい位置にですね、 え、ビルドアップのフォローをするのではなく、え、セカンドボール拾いやすい位置にポジションを上げておくっていうのもありますし、あの、前の方にポジションを取ってですね、三角形の頂点となるように、まあ、ワンツーのですね、え、起点、え、頂点となるようなところにもポジションを取ります。で、まあ、ジエゴとかがですね、サイドにこう上がっていって、ま、え、岩崎とかがですね、中に入ってきた時には、ハースペースのところの高い位置で,ですね、ボールを受け取る役割も担います。で、サガントスがですね、まあ、あ、えー 割とですね、ポジションを動かす選手が多いので、そこをですね、カバーして、スペースをコントロールして、で、チーム全体として、まあ、配置による優位性ですね、相手がいないところにいたり、相手が困るようなところにいるっていうところはですね、あの、地味にですね、こなしているのが、あの、このディフェンシブハーフの役割だと思います。で、それがですね、最近ですね、日の目を見てといいますか、まあ、あの、シュートをですね、チャンスがあってゴールを決めることもありますし、 そもそもカウンター討伐隊っていうのはですね、そういったところにポジションを取っているからこそ間に合うというところであって、全然間に合わないところにポジションを取ったりしてもですね、カウンターの討伐なんてできないので、そういったところですね、彼らがですね、どういう場面で、どういう状況でどういうところにポジションを取っているのか、目立たないシーンもありますけれども、目立つ時がやってくるのをしっかりと準備しておくと。そういうところはですね、今回3つ目の役割として重要であるというふうに書かせてもらいました。 はい。えー、それではですね、この3つの役割をこなす、えー、ティーンシブハーフですね。なんですけれども、今、レギュラーではですね、小泉と福田、えー、この2人がですね、えー、ポジションを取っておる状態です。で、えー、まあ彼らの次となる選手ですね。まあ彼らの代わりとなる選手とでも言いましょうか。えー、その選手ですけれども、えー、いません。いないです。もう、彼ら2人だからこそですね、この役割ができている。もう、タグイマルエナルス、うダッシュ力。 えー、インテリジェンス。そして、まあ、ボールコントロールもですね、優れてますね。ダブルタッチで抜けたりですね。まあ、かねて、すごいファンタジーなんですね、えー、スルーパスとか、とんでもないですね、精度の高いサイドチェンジとか、そういったのはですね、今回ここには求めてないので、まあ、彼らもですね、えー、そこを売りとしている選手ではないので、まあ、いわばですね、まあ、小泉と福田の能力と才能を最大限発揮できるために、 えー、このポジションの役割してるというふうな見方もできるかなと思います。で、まあ、あとは島川さんですね。島川さんがこういった守備のところを担うのはですね、非常に、あのー、また役割としてはいいのかなと思うんですけども、彼がですね、ちょっと、そういったな小泉とか二郎のな脱出力とかですね、そういったところがですね、あの、若干やっぱり劣ったりするので、彼が入ったら入ったでですね、また別の役割を担うことになるかなと思います。で、えー、ルバンとかはですね、 まあ、えっと、福井くんですね。売り出し中、もうかなりトスの、えー、一番のですね、最有合株なんですけど、福井くんとか森屋とかですね、えー、そのあたりの選手がですね、担ったりすることがあるんですけれども、そこはですね、やっぱり役割が丸一っていうの,のところがですね、やっぱちょっと難しかったりしますもんね。その代わり彼らにしかできない、さっき言った、あのファンタジーなパスとかですね、サイドチェンジのボールとか。 え、攻撃のラストパスのシチュエーションとかですね、そういったところはですね、彼らは担うことができますので、またですね、あの、2022年サガントス、これからですね、選手が変わっていく、戦術も変わっていくかもしれないので、そうなったらですね、このポジションにはですね、守り屋、福井くんで、もちろん坂井くんとかですね、まあ藤田も当然ですね、彼もやってもらえないと困る選手ですので、そういった選手たちがですね、またあの、交代とかで,でもですね、活躍できる時が来るのではないかなというふうに思っております。 はい。以上がですね、ディフェンシブハーフの役割と評価ということになります。はい。続いて、ウィングハーフの役割となります。ウィングハーフですね、3つ役割を挙げさせていただいております。1つ目、幅作り、深さ作りのデコイランということで、デコイラン、これデコイってどういうことかというと、おとりという意味です。自らチームのためにおとりとなって走って、味方のためのですね、スペースを作ると。そういったところをですね、大きく一番になっております。で特にやっぱりこう、わかりやすいのは、 自分たちのボールになったときにですね、えー、かなり高い位置をとって、相手のサイドバックや、えー、ウィングバックですね、そこを押し下げます。で、自分たちが走って、まあ、そこでボールが出なくてもですね、そこのエリアにインサイドハーフとかですね、まあ、ディフェンシブハーフが入ってきて、ボールを受けて前を向いて仕掛けると。えー、そういったところの、えー、攻撃もできますし、えー、横幅ですね、横幅をとって、えー、中央から攻めるときに、まあ、 こっちにパスが出てくるだろうなというところでですね、相手がケアをしようとするだけでもですね、中央のスペースがちょっと開くと。わかりやすいのは、京都さんが線のですね、福田がゴールを決めたシーンなんですけれども、その時ですね、まあ堀米がサイドのウィングハーフに行っていたんですけれども、右サイドのウィングハーフに彼がいたからこそですね、サイドバックとセンターバックがちょっとサイドのケアに行こうとして、そこをついてですね、まあ斧を経由して中央から攻めると。そういったことで、彼らが、え、ー おとりとなって味方のためのスペースを作るというところがですね、非常にこの、今シーズンはですね、大きな役割を担っているところであります。まあもちろんですね、ボールを受けてというところはあるんですけれども、それがですね、まあ、丸2位になります。で、ロングボールバトラーということで、基本的にはですね、ビルドアップ、足元でですね、地上戦でやりたいんですけれども、相手のプレッシングの状態から言ってですね、まあ必ずしもそう、 とばかりはいかりいいなのででどううしてても長いボールをすすね使う必要性が出てきますそうなってくるとですね、えっと、今シーズンはですね、まあ中央に柿田はいるんですけれども、柿田のところを狙ってですね、まあセーターフォワードを狙って蹴るのではなくて、サイドの位置ですね、サイドのところに蹴ってそこでロングボールを、えぇ、ー、競って、そのセカンドボールを拾って攻撃をしていくと。 いう形をですね、なっています。で、まあ、サイドの方がですね、相手のケアが入りづらいというのもありますし、まマ,マークついていたとしてもですね、まあ、どちらかというとサイドバックはですね、まあ、身長とかですね、そういった体格的には、えー、まあ、ちょっと小さめの選手も多いというところでは、まあ、というのと、まあ、真ん中に蹴って真ん中に弾き返されたらですね、そのままですね、カウンターを食らってしまうという危険性もありますので、まあ、できればですね、こういったロングボールをですね、 え、バトルするときはサイドの方がいいのかなというところはありますので、まあそういったところのですね、役割。ここはですね、思ったよりも多いです。思ったよりもですね、パギさんであったり、タシロがあったりですね、えー、サイドの位置いけるというのがありますんで、岩崎いいのがまあ主に,になっているんですけれどもですね、ここはですね、かなり、えー、我慢としいところであります。で、最後ですね、ファーサイドのケアというところで、まあ、あの、ディフェンシブハーフの時にもですね、配置の優位性というのを挙げたんですけれども、まあウィングハーフの場合ですね、 まあクロスが上がったりですね、まあ逆サイドで展開していたときに、え必ずファーサイドをですね、えケアするような形でポジションを取っています。それによってですね、まあクロスが抜けてきたとかですね、で、逆にあの、ボールの展開をですね、逆サイドからですね、回してサイドチェンジで、え逆サイドの方にやってきたと。そういったところのですね、準備、ケア。えそれをすることによってですね、2次攻撃にも3次攻撃にもですね、幅の、広い、え幅のですね、厚い攻撃は、 食い広げられるということになります。で、もちろんですね、えー、クロスが入ってきたときにはですね、ファーサイドからですね、シュートであったり、もう折り返しの、えー、ダイレクトのクロスであったりとかですね、まあそういったところもできますので、まあここのですね、ファーサイドのケアというのもですね、えー、配置の優位性を保つためには非常にですね、大事なところであるというところで挙げさせていただいております。はい、えー、ということで、えー、これらの役割をですね、になっているウィングハーフの選手なんですが、 えー、今年のレギュラー選手、まあ紛れもなくですね、右サイド、イー選手、左サイド、岩崎選手、えー、彼らがですね、まあ、確固たる1位をですね、築いてレギュラーとしてですね、訓練しております。で、彼らのやっぱり魅力っていうのは、えー、総力と体力ですね、えー。攻撃のターンになったら素早いですね、ダッシュで前の前方のですね、深い位置を取りますし、当然守備のターンになってもですね、一、えー、番の鋭いダッシュでですね、戻って、 え、サイドのスペースのケアをします。で、アミスパ戦のですね、イーノ選手の、えー、まあ攻撃の時に高い選手を取ら、高いポジションを取らなきゃいけないので、取ってはいるんですけれども、で、カウンターの時のあの戻りですね、あの戻りがあったからこそやっぱ失点を防ぐっていうのもありますし、岩崎選手もですね、まあ、毎試合毎試合のようにですね、総力ナンバーワンを誇っておりますが、彼らねやっぱり総力と体力があるからこそですね、この役割であったり、 このサッカーですね、戦術を担うことが、まあ実現できることがですね、やれているということはですね、言えると思います。でですね、まあ去年までこのポジションは誰が出ていたかっていうと、中野義くんとかですね、相良隆之介くんが出ていたんですけれども、この役割を見るとですね、えー、彼らの長所とするところではないなっていうのがやっぱり見て取れますよね。 えー、まあ、総力でですね、あの、優位を取るところであったり、まあ、ロングボールをせるというフィジカルの部分であったりですね。やっぱ彼らが去年、あの、役割になっていたのは、ボールを一旦受けて、そこでアクセントとして、えー、味方をですね、つなぎであったり、ドリブルによる剥がしであったりですね、そういったところですね、えー、になっていたので、まあ、今年はちょっと彼らの役割とではないなというところで出場機会を失っているというのはですね、まあ、仕方ないなというのは、え、感じられます。 ただですね、やっぱりその、イ野ノ選手、岩崎選手を使うこのサッカーですね、まあ90分ずっとこういうサッカーというわけにはやっぱりいきませんので、まあスコアレスの状態でやるとか、まあちょっと攻撃がですね、相手に、あの、かなり止められてしまって、ちょっと変化が必要というときはですね、後半の途中からの出場でもですね、相良くんとか中野良くん、まあ彼らはですね、ボールを向いて前を向いてですね、仕掛けられて、決定的な仕事をできる選手ですので、まあそういったところでですね、 え、戦術の幅とでも言いましょうか。まあ、一辺との戦いではなくてですね、選手のですね、調子を使った戦い方へシフトするというのもですね、えー、まあ監督の腕の見せ所ころだと思いますので、まあ、そこはですね、あの、怪我をしていた選手も続々と帰ってくるタイミングでですね、えー、どううまく使うのか。まあ、ベースとはした戦い方はもちろんこういう戦い方なんですけれども、そこからですね、変化をどうやって加えていくかというのはですね、今後の戦いに注目していきたいと思います。 はい。えー、以上がですね、えー、今回第2回の、えー、サガントスの各ポジションの役割と評価ということで、ディフェンシブハーフとウィングハーフのですね、ちょっと役割の方をお話しさせていただきました。で次回がですね、最後ですね、インサイドハーフ、センターフォワード、えー、これらのポジションのですね、役割の方をちょっとお話しさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。えー、今回も聴いていただいてありがとうございました。